はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました、本当にありがとうございます。はい、排水溝です。昨日から新しい株を抜き始めましたが、まあ、結構順調です。ただね、地下茎が本当に太すぎて、あれから出て、今掘ってるやつから出てるっていうよりもちょっと周りのやつの地下茎じゃないかなと思われるような張り方をしてますが、とにかく太いです。なんかバッテリーがですね、すぐ切れます。私は切り方も下手っていうのもあるし、このね、葉をやっぱ土の中に突っ込んで切ってるので、やっぱね、土の中じゃやっぱ髪が悪いし、やっぱ切れ味もねあまり良くないので、すっげー力使ってしまって負荷がかかってすぐバッテリーが切れます。なんで今日はどうしようかな、まあ、とりあえず地下茎探しですね。地下茎を昨日ちょっと動画で編集で入れ忘れた部分があったんですけど、もうバンバン切ってしまえばいいかと思って、とにかくレシプロで周りをバンバン切って、で引き剥がしてってすればもう早いかなと思ったんですけど、こう掘らずにね、もう土なら突っ込んですればいいかと思ったけど、そしたらですね、地下茎が本当どこにあるか分かんなくて、こう例えば切り株があって、この周りをこう四角にこう切りたいだけなんですけど、切り株のこう走ってたとしたらですよ、地下茎の横にこう走ってたとしたら、こうレシプロで探して、あ、ここからっつってから、ここからこう切ったりとか、なんかすごい なんだろう、もったいない無駄な体力使ってる気がして、だからやっぱちゃんと一回目視できるような位置までは掘り出して、で付け根から付け根をこう切るっていうところをしないと、マジ無駄体力とバッテリーの無駄遣いなんでやっぱね、ちょっと面倒くさいですけど、大変ですけど、ちょっと一回掘るっていうところは確実にやって、地下茎をこうあらわにさせてからバッテリーで、私レシプロ使うっていうやり方、これをやっぱ徹底していこうかなと思いましたやっぱダメね、楽すとダメね。ということで今日も無理せず地下茎探し頑張っていきます。はい、こちらですね、やってるのが、まあ足のサイズ半分ぐらいかなっていうようなのをやってますが、隣に超でかいのがいるので、多分その根っこもあるんじゃないかなと思ってます。もう少し地下茎が当たるところがないかをしっかり探して、それを一回切り落としておきます。で下の方からもこうえぐり出すようにレシプロで掘って、で最後にこっちを切り離すという流れですかね。でまずは地下茎やな、だけにしてんな、太いのよね。切れちゃった。じゃあ早速一本、どうして、
よ。あ、これ、あった。なんだ、よな。の太さすごいな、はあ、疲れた、もうすげえ疲れた、よいしょ。してお、よいしょ、この深さです。逆さまで見えにくいですけど、結構深く雨靴と同じぐらいは行ってる。いや結構深く掘れたけど、こっち側にもなさそうですね。排水溝側に立って右側はないかな。左側がね、ちょっとひげ根が結構硬いし、あのブルブルして切れんかった。こっちの方がね、ブル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 ってこっちとこっちと揺れて、ちょっと切れんかったですね。よし、最後ちょっとここ掘って終わりにしようかな。もうでも全然ですよ、まだまだ。ほら、でもガンガンガン、ほらガンガンって振動はなんかこう伝わるようになったかな。うん、結構テンポがいいな。いいよいいよちょっとここやってみようかな、最後ね。あ、でも極はほら、分かるかな、ほら動いてる。
ボーイ抜けんじゃねえのとか言うとね、とか言うと、こっちに入ってんな、こっち入り込んでる。でも蹴っても動かんな。こっちに入ってんな、排水溝の下に。そんなこっち。袖抜けないよ。
ダメだ。どこつながっちゃうんだこら。無理だ。疲れだ。あら。抜けると思ったのに。やっぱダメか。あ、結構こっち側深く掘ったんですけど、なんかやっぱつながってるな。こっち側の方もですね、レシプロ入れてジョキジョキしたけど、なんか引っかかってる。これがこのヒゲ根の塊で力強くこう張ってるのか地下茎なのか、こっち側がね、なんかちょっと地下茎がこっちってレシプロ差し込んだ時深いところに当たる気がしたんですよね。それがこの本体のやつなのかちょっとわからないけど、ちょっとねバールでここ動かした時今日抜けるかなと思って調子乗ったけどダメでした、ごめんなさい。はい、じゃあこれで疲れた。やっぱレシプロがこうしっかり固定ができないから、あのブルブル震える、手が上がんわれ、帽子って袋持ってこないといかん。あー疲れた。ほんと地下茎一本抜くだけでもめちゃくちゃ時間がかかりますね。最初のあの排水口際のやつ抜くのにかなり体力を持ってかれました。あーあー、でもこれがなかったらまだ周りを掘っちゃうような状態だと思うしね、あのツルハシでも何回も何回も叩いて、ツルハシももうダメになってたかもしれないし、やっぱ今回はねこちらを使ってっていうテーマで、自分の中のテーマでやれてよかったかなと思ってます。まあ今後どうなるか分かんないです。次回で抜けるかどうかも分かんないですけど、まあ、ちょっとね少し 深めに掘ってみて、あの様子を見てみたいと思います。仕掛けがないかどうかね。あーつけた。ということで最後までありがとうございました。やっぱ抜けるとか言っちゃダメですね。とね、大体抜けないから。また次回に持ち越しということで、またご視聴いただけると嬉しいです。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。